安く東京生活を満喫したい、23区から脱出だと考えている人に山手線駅まで30分の街を紹介。良い点だけではなく、引っ越すなら事前に知っておきたい点もご案内。今回は埼玉県川口市を調査しました。京浜東北線の川口駅からなら田端駅まで13分と立地抜群の街ですが、果たしてそれ以外の魅力は？ということで、引っ越しを検討されている人はぜひ最後までご覧ください。こちらの動画は以下の流れで川口市を紹介していきます。第1に数値で見る他の市と比べた川口市の良い点、悪い点。第2に数値では分かりにくい川口市の良い点。第3に同じく数値では分かりにくい引っ越すなら事前に知っておきたい点。そして最後に全体を通しての総括となります。説明欄にはそれぞれのタイムスタンプも設置しています。気になる箇所があればそこまで動画を飛ばすこともできますので、ぜひご利用ください。それでは他の市と比べた川口市の良い点、悪い点を見ていきましょう。まずは都心へのアクセスからです。こちら山手線に出る路線は2本走っています。一つは西川口駅、川口駅を通る京浜東北線。そしてもう一つが東京メトロ南北線と接続する埼玉高速鉄道となります。京浜東北線の川口駅からであれば山手線田端駅まで13分、埼玉高速鉄道川口元郷駅からであれば南北線を通り駒込駅まで14分となります。川口市を除いた山手線駅まで13分で行けてしまう東京23区外の街は、東武東上線を利用して池袋まで行く和光市と JR 横須賀線で品川まで行く新川崎駅、川崎市、幸区の2つの町しかありません。それだけ川口市は都心へのアクセスに強いと言えます。なお川口駅と川口元郷駅は約1キロほどの距離にあり、この付近に住めば2路線を使えます。また川口駅であれば山手線の主要駅、上野駅まで約21分。東京駅まで約29分と乗り換えなしで行けてしまうのも魅力です。さて川口市の人口ですが、約61万人となっています。これは埼玉県南部の市や区単体で見ると最大となります。また2045年までの将来人口も上昇はしないものの、下げ幅は 3.5% ほどと少ない予測となっています。治安に関しては他の市に比べると波といった印象です。というのも令和3年の犯罪認知件数が3501件あり、これは川口市の人口1000人あたりの犯罪件数でいうと約 5.76 件となります。同じ埼玉県で言えば和光市が約 4.5 件、朝霞市が約 4.3 件ですので、それと比べると見劣りするものの、都心へのアクセスの良い他の市と比べると比較的平均的な数値と言えるからです。また令和2年と3年で犯罪認知件数を比べると582件減少しています。ということで川口市単体で見ても治安は良くなっていると言えそうです。物件相場は賃貸でワンルームが約6万円、2LDK だと約11万円、分譲はマンションが新築で5300万円、戸建てが4060万円ほどなようです。これらの金額はどちらも他の東京23区外の市から見ても平均的なものとなっています。1000人あたりの病院等医療施設の数は 0.51 となっており、これは他の市と比べると平均を下回る結果となりました。育児関係ですが、2021年は待機児童が30人だったようです。また認可保育施設は192あるようですが、生後3ヶ月未満のお子さんを預かってくれる施設はそのうちの 12% ほどでした。この割合が高い市もあります。早々にお仕事に復帰したい場合はこの数値が高く、かつ待機児童が少ない市での子育てを検討された方がいいかもしれません。都心へのアクセスから順に6つの項目を紹介しましたが、このように見ていくと人口1000人あたりの病院数などの医療の面が他の市に対して劣っているようです。反面都心へのアクセスは群を抜いてよく、その点が川口市の一番の魅力となるでしょう。さてここまでは数値で比較しやすい川口市のポイントを見てきましたが、ここからは数値では測りにくい川口市の魅力を紹介したいと思います。特段取り上げたい内容としては以下の2つとなります。1つ目は高速道路の使い勝手が良い点。2つ目は主要駅からの川口駅へ向かう終電が遅くまで走っている点となります。それぞれ詳しく見ていきましょう。第1の高速道路の件ですが、市内には川口ジャンクションがあることで、東北自動車道、東京外環自動車道、首都高速道路、川口線が利用可能です。結果、各観光地へのアクセスが良く、例えば日光へは100分ほど、江ノ島へは90分など、どの方面に向かうにしても非常に便利です。そして、それのみならず、先ほども紹介した通り、川口は電車のアクセスが非常に良いです。さらにポイントとして挙げたいのが、走っている線が京浜東北線であるということ。京浜東北線の下りの終電は遅くまで動いており、動画公開時、東京駅から川口駅の終電は0時22分でした。また、新宿駅から川口駅へ向かう終電は0時12分発となります。新宿から埼京線1本で行ける戸田や武蔵浦和方面の終電が0時ジャストで終わってしまうことを考えると、直通で行けない新宿から川口間の方が終電が遅いということ、不思議に思いますよね。ですが、これは京浜東北線の下り電車が遅くまで動いているからこそなのです。このような恩恵を受けられるのも川口の魅力と言えるでしょう。それでは次に川口市に引っ越すなら事前に知っておきたい点を紹介します。それは荒川がもし氾濫した場合についてです。ご覧の通り、川口市は荒川に接しているため、もし氾濫した場合は水害が想定されます。こちら荒川氾濫時の川口市南部のハザードマップとなります。南部一帯が3メートルから5メートル以上浸水する想定となっています。荒川は荒れる川で荒川なのであり、川口はその河口だから川口なわけです。当然、荒川が氾濫すれば周辺の市も水害が発生しますが、川口南部もその影響が強く出るエリアであることを認識しておきましょう。なお、接してはいないものの、川口市の北には利根川が流れています。そのため、そちらが氾濫すれば北部が水害に遭い、また市内中央を流れる川が氾濫すれば南部と中部が水害を受けます。水害の意識は市内どのエリアでも持っておくべきでしょう。ここまでの内容はいかがだったでしょうか。都心へのアクセスも良く、それでいて物件相場も高すぎるわけではないので、非常に魅力的な街と言えるでしょう。反面、荒川をはじめとした氾濫被害も無視できない地域ではあります。起こり得るかもしれないということ、頭の片隅でも良いので入れておいた方が良いでしょう。本日の内容は以上となります。ここまでの内容が皆様の参考になったならとても嬉しいです。少しでもお役に立てたようでしたら、チャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。また、他の市についてもどんどん調べて紹介していく予定です。こういった角度から調べてほしい、こんな情報があるといいなといったご意見がありましたら、コメント欄からぜひ教えてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。